ファウスティーノ・マルコス・アルベルト・ロホは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州ラプラタ出身のサッカー選手。ボカ・ジュニアーズ所属。ポジションはディフェンダー。地元のクラブであるエストゥディアンテスでキャリアをはじめ、2009年にはコパリベルタドーレスを制し、フィファクラブワールドカップの決勝に出場した。スパルタク・モスクワに短期間所属した後、2012年に、 スポルティング CP に加入した。2014年2600万ポンドの移籍金で、マンチェスターユナイテッドに移籍が決定した。2011年にアルゼンチン代表デビューを飾り、これまで35キャップ以上を記録している。2014FIFA ワールドカップに出場し、決勝トーナメントに進出したチームから選出される、ベストイレブンに決勝まで勝ち上がったアルゼンチン代表から、 唯一選出された。ラプラタで生まれ育ったロホは10歳の時に地元のエストゥディアンテスに加入した。2009年にトップチームに昇格し、クラブとプロ契約を結んだ。エストゥディアンテスには3シーズン所属し、リーグ戦43試合の出場で3ゴールを記録した。フィファクラブワールドカップ2009では延長戦から、 交代で出場したが、1から2で FC バルセロナに敗れた。エステゥディアンテスでは、多くの試合に、左サイドバックとして出場し、コパリベルタドーレスとプリメーラディビシオンで優勝を経験した。スパルタクモスクワでプレーする、ロホ2010年12月、ロホは、スパルタクモスクワと5年間の契約を結んだ。スパルタクモスクワでは2011年4月20日に、行われ、 二から一で勝利したロシアカップ準々決勝のクラスのダール戦で唯一のゴールを挙げた。2012年7月、スポルティング CP へ350万ポンドの遺跡金で遺跡が決定し、ロホは4年間の契約を結んだ。2012年8月19日に行われ、0から0で引き分けたビトーリア・ギマランイス戦でデビューを果たし、その試合ではイエローカードを提示された。 2012年10月7日に行われた FC ポルト戦では3分間で2枚のイエローカードを提示され、スポルティングで初となる退場処分を受け、チームも0から2で敗れた。2013年4月28日に行われたナショナル戦で初ゴールを記録し、チームも2から1で勝利を挙げた。1年目のシーズンは左サイドバックで出場することもあったが、多くの試合で、 センターバックを務めた。チームは近年の中では悪い成績である7位でシーズンを終えた。2013から14シーズンは第2節のアカデミカコインブラ戦でシーズン初ゴールを記録し、チームも4から0で勝利を挙げた。2014年4月19日に行われたベレネンセス戦では退場処分を受けたがチームは1から0で勝利を挙げた。ロホはシーズンで6ゴールを記録し、 チームも準優勝と良い成績を残した。2014年8月13日、マンチェスターユナイテッドへ移籍を希望するロホは練習に参加することを拒否したと報じられた。スポルティングの会長であったブルーノ・デ・カルバーレは後にロホの所有権を有する第三者がロホを移籍させるよう圧力をかけてきたことを明かした。2014年8月19日、 スポルティングとマンチェスターユナイテッドは2000万ユーロの遺跡金でロホの遺跡について合意し、翌日にロホはクラブと5年間の契約を結び、何が1シーズンのローンでスポルティングに加入することが発表された。ロホは今回の遺跡についてマンチェスターユナイテッドでプレーするという夢が叶ったと述べた。2010年にアルゼンチンで隣人と口論をしたとされる。 競争中の刑事告発の影響で、労働許可証の取得に時間がかかり、ロフは開幕から3試合に出場することができなかった。9月4日に英国国境局から労働許可証が発給され、9月14日に行われ、4から0で勝利したクイーンズパークレンジャーズ戦でデビューを果たした。11月2日に行われたマンチェスターダービーでは、 マルティン・デ・ミチェリスのタックルにより肩を負傷したため、単価で運び出された。肩の脱臼であることが明らかとなり、ジョニー・エヴァンズとフィル・ジョーンズと共に、クラブのディフェンスラインの負傷者リストに名を連ねることとなった。2015年2月3日に行われ、3から0で勝利した FA カップ4回戦の再試合である、ケンブリッジ・ユナイテッド戦で、ヘディングにより初ゴールを記録し、 チームも3から0で勝利を挙げた。2016から17シーズンに、ジョゼ・モーリーニョが監督に就任すると、同シーズンはリーグ戦21試合に出場する。しかし2017から18シーズンより、モーリーニョが、ビクトル・リンデロフや、エリック・バイリーラ若手を優先的に起用したほか、自身の怪我の影響もあったため出場機会を大幅に減らす。二千十八年三月には、 ユナイテッドとの契約を2021年まで延長したが、翌シーズンもその状況は変わらず、監督がオレグンナスールシャールに交代した後も同じだった。シーズン終了後には、エバートン FC やフェネルバフチェ SK が関心を示すも、どれも交渉が最後までまとまらなかった。2020年1月30日、エステゥディアンテスにレンタル移籍した。 2021年2月2日、ボカジュニアーズと契約。母国復帰となった。2014FIFA ワールドカップ決勝で、クリストフ・クラワーをドリブルでかわす、ロホ2011年2月9日に行われ、2から1で勝利したポルトガル代表戦で、A 代表デビューを飾った。自国で開催されたコパアメリカ2011のメンバーに選ばれ、2011年7月2日に行われた。 開幕戦のボリビア代表戦に出場したが、準々決勝に進出したアルゼンチン代表において、2戦目以降は、ハビエル・ソネティが、左サイドバックのポジションを務めた。2014FIFA ワールドカップのメンバーに選ばれ、初戦のボスニア・ヘルツェゴビナ代表に出場し、ワールドカップデビューを果たした。グループリーグ3戦目のナイジェリア代表戦では3-2となる、決勝ゴールを挙げ、 代表初ゴールを記録した。アルゼンチン代表はドイツ代表との決勝に進出し、ロホはアルゼンチン代表から決勝トーナメント進出チームから選出されるカストロールインデックスによるベストイレブンに唯一選ばれた。ヘラルド・マルティーノによりコパ・アメリカ2015のメンバーに選出された。ゴールレスで PK 戦に突入した準々決勝のコロンビア代表戦で、 ロホは PK を失敗してしまったが、チームは準決勝進出を決めた。6から1で勝利した、準決勝のパラグアイ代表戦では先制ゴールを挙げ、チームの決勝進出に貢献した。2018FIFA ワールドカップロシア大会一時、リーグナイジェリア戦では、決勝点ゴールを決め、アルゼンチンの決勝トーナメント進出に大きく貢献。方法通によると、 スポルティングでの1年目はいくつかのポジション取りのミスやタイミングの悪いタックルが見られ、2年目も自身のスピードに助けられている面があったことから、センターバックより左サイドバックが適正なポジションではないかと考えられていた。また、ファウルが多い点は気になるものの、空中戦の強さについて言及している。センターバックと左サイドバックに加えウイングも務めることができ、 ルイハン・ハールが好んだ3から5から2フォーメーションのウィングバックとして適任であると考えられた。ポルトガルを拠点に活動する下着モデルのエウヘニアル・サルドと結婚し、娘を設けている。複数のタトゥーを体に入れており、両者にはそれぞれプライドと栄光を意味する言葉が彫られている。2014年の12月に、 クラブで出会った女性と関係を持ったが、ロホは彼女からの脅迫状に対して裁判所に訴え、新聞社に対してこのことについて、自分の名前を出さないよう禁止令を出すよう求めた。複数のサッカー選手が関係している疑いが出たため、2015年4月に、ロホの名前を出してはいけないという禁止令が解かれたが、その件に関して、ロホの写真を使用することについては引き続き禁止された。 2017年1月2日現在、エストリアンテス・マンチェスター・ユナイテッド。ありがとうございます。